スマート J:COM ボックスをご使用中に次のような症状が現れた場合、本体のリセットボタンを押してください。番組を視聴中に映像が止まってしまい、しばらく待っても動き出す様子がない場合、リモコンや本体の電源ボタンを押しても電源が入らない場合、リモコン操作で選択ボタンや決定ボタンなどを押しても画面の反応がない場合、これらのような症状が現れた場合には、スマート J:COM ボックスの本体前面パネルを開けた中にあるリセットボタンを押してください。リセットボタンを押しても予約した番組や録画などのデータが消えることはありませんが、現在録画を行っている場合には録画が中止されますのでご注意ください。